くれるよ。本当に持ってるよ。じゃあ作っていきましょうか。作っていきましょう。はい、野菜を切る担当か鍋に入れる担当、どっちがいい？どっちでもいいよ。どっちがいい？何？どっちの方がまだ責任を逃れられるか、どっちが多分どっちでもいいよ。だってほら入れるのはさ、うんうん、見た目のほらセンスもあるかもしれないし。皆さんペーマーさんたちはどう思いますか？どっちがいいと思いますか？そこまで来たら分かるわなって、うん、そうですよね。どうしよう。エプロンはみんな、え、そう、エプロン私違うタイプ使ってました。そうだね、カポってね。そうそうそう、もうエプロンいいよ、いいよ。はい、どうする、どうする。じゃあ切ります。切ります、うん、じゃあ私盛り付けますね、頑張って、うん、切る。いや、盛り付けます。切った方がいい？どっちがやりたい？怖い、怖い。どっちがやりたい？どっちでもいいよ。本当にここでこんな切れない。じゃあじゃんけんで勝った方が、そうしよう、勝った方が、勝った方が入れるタイプで、負けたら切るタイプ。OK、いくよ。責任いいよね、変だってもしかたないよね。はい、最初はグーじゃんけんぽい。切るの頑張るね。頑張る、頑張れ。ほんと食べられるの同じだもんね。大丈夫だよ、上手じゃないか。上手ではない、上手ではない。大丈夫、上手だよ。そうなの、上手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 。おい、コーヒー美味しいの入れてくれるじゃん。コーヒーぐらいだよね、ここに入れればいいんですね。大丈夫、大丈夫。なんでそんなビクビクしてんの？こっちが怖いよ。なんか一番緊張してる、冷や汗かいてきた。なんでよ。え、これ使っていいの、これ、うんうん、これ、この手袋。じゃあ私もこっち使いますね。え、切れんのかな、私。ゆいちゃんの方がまだマシそうってきてる。だってじゃんけんで、じゃんけんで負けたじゃん。ねえ、もうなんかオペ室みたいな。オペ室いけるかな。そんな笑わないで。ね、食材どうぞ。今から頑張ります、檜山選手。カニのオペね、頑張ってください。面白いね。ゆいちゃんは盛り付けはできそう、うんうん、大丈夫です。頑張ります、頑張ります。じゃあオペ、オペね、はい。